バルター・ラウフ・バルター・ラウフはドイツの親衛隊の将校。チュニチアにおけるユダヤ人の連行、徴用及び強制労働の管理監督部隊の指揮官。最終階級は親衛隊大佐。アンハルト公国の経典出身。1924年3月よりドイツ海軍に勤務し、1936年のベルリンオリンピックには予備役将校として、 海軍委員会の委員となる。だが1937年の終わりに学生と関係を持った罪により海軍により除籍された。ラインハルト・ハイドリヒトはディートリヒフォン・ヤー号を通じて知り合う。1937年に国家社会主義ドイツ労働者党入党。1938年4月20日に新英隊に入隊し新英隊情報部に入る。 国家法案本部では、技術計画及び、動員部門の長となる。第二次世界大戦勃発後の1940年4月に、自ら希望して海軍に再入隊し、予備役将校として、総海艇艦隊の司令官を務めた。1941年4月に、国家法案本部へ戻ると、第通局リーブ、無線、電話、車両、重機等の機器担当部長に就任し、 そこで、ガストラック開発に関与する。また第6局 F 部部長も兼任した。1942年11月から、ドイツアフリカ軍団付の保安警察及び、SD 特務部大使機関となる。1943年5月20日に、第5総工軍司令官、ハンス・ユルゲンォンアルニム上級大将より、ドイツ十字議銀賞を授与された。1943年5月に、 アフリカより戻ると、ミラノの保安警察及び SD の指揮官となる。1944年からは、保安警察及び SD 司令官、イタリア指揮下の保安警察集団、上部イタリア西部司令官となる。1945年2月7日には、ドイツ十字賞金賞を授与されている。終戦後、イタリアでアメリカ軍に降伏し捕虜となるが、1946年に、 収容所から脱出した。そして逮捕を避けるため子供二人と共にナポリ、それからチュニジアへと移る。1949年10月には家族と共にチリへと移った。1984年5月14日にサンティアゴで肺がんと心臓麻痺により死去した。ありがとうございます。